こんにちは、ソロ教室です。今日暗唱する内容は聖徳太子の17条憲法です。ではお願いします。記事には我をもってたっとしとなし、逆らうことなきを旨とな、人みな弔い、また悟るものすからし、ここもってあるいは君父にまつられて、たちあち理にては、しかで神は主をついて、ことをあげつらに、亀の人が、さあち、義理を懐かるから、何事かはならざる。はい、ありがとうございます。では、後ろを向いて、アイマスクを外してください。それでは、ホワイトボードの前の文章を、聞いている人がわかるように読んでください。小学生の学会、児童募集中。自由な貢献できる人間になろう。2歳から好きや自覚するという時間づけにしよう。わからないことがある、調べて草を小さく身につけと一生そのスキルが役立つ。さすがたくさんのリアルを体感させて世界を広げる。知ってるを快感にする。褒められて自信をつけたこと、その後強いです。自身はプーチョンの思考を満たします。頑張れば自分できると前向きな姿勢です。5歳からアウトプットを脱がす、ちょっと右下に軸、どこまで披露したくなりますよね。アウトプットを手助けし、知識を整理してあげましょう。アウトプットすると、さらに記憶が定着しちゃう。仕事って楽しいと奥さんに実感させてあげましょう。教育とは、考えることを教えるのではなく、考えることを教えるものです。はい、ありがとうございます。では失礼します。